山川加入で、失われる安定感。小久保博樹新監督が率いるソフトバンクは、今オフに西武から FA 宣言した山川穂高内野手を獲得した。3度の本塁打王に輝いた右の長距離砲は、右の強打者不足だったチームにとっては待望の補強となったが、小久保監督にとっては解決すべき問題もあるようだ。主に一塁を守る中村晃の起用法だ。昨季は136試合出場で打率2割7分4厘、5本塁打、37打点。2014年に最多安打のタイトルを獲得。通算1387安打を誇るホークスの看板選手の一人だ。特筆すべきは一塁の安定した守備力。昨季はわずか2失策でリーグトップの守備率。9割9分8厘を記録。2020年から4年連続のゴールデングラブ賞を受賞した。山川はプロ入りした2014年から一塁が主戦場だ。昨週のフェニックスリーグでは三塁の守備についたが、三塁には栗原良也がいる。昨季、外野手として12試合に出場した中村が外野に回ることも選択肢の一つだが、外野手には周東右京、近藤健介、柳田悠岐らがいる。指名打者にも巨人からトレード獲得したアダム・ウォーカーがおり、いずれにしても熾烈な定位置争いとなりそうだ。昨季のチーム52失策はリーグ最小だった。山川の加入で打線に厚みが増したが、名手中村のコンバートで安定した守備力は失われてしまうのか。小久保監督は1年目から、そのタクトに注目が集まるシーズンとなる。最近は、アキラにタイムリーの期待感が薄くなってきたからな。ぶっちゃけファーストとしては打撃はしょぼいからな。山川は DH じゃダメなんですか？中村の守備、2023年は良くなかったぞ。サード山川でいい。改めて見ても、ウォーカー来た時点で山川いらんな。こいつのせいでみんなが嫌な思いしてる。打力優先の一塁なんだし、この成績じゃね。それは、怪我、打撃不振があった時に考えたら？埼玉県民としては中村晃が欲しかった。小久保は山川使わん気がするけど、晃次第やろな。ウォーカーが控え&代打じゃね？もはや、ファースト晃、DH 山川でお願いします。山川、外野？いや、もっとバランス悪いか。ファンに近いファーストに山川か。ホークスはダメフロントの典型です。山川は代打で出て一発狙って、いやいいんじゃないんですか？自分で選んだ道なんだから。山川はほぼ1年のブランクがあるから厳しいと思う。心配しなくても肉離れで長期離脱すると思う。